わかった。僕ちょっとお手伝いしてくれる？遠く分かって遠く行っちゃう。これを中に入れる。ああ、なんか穴に通す。おお、世の中をバーバー。うわぁ、うわぁ。しれった。しれった。で、パスやるよ。おぉ、いいしよ。何かしたときに入れるってこうやるよ。そうそうそう、ようわかるじゃん。ちょっと待って。これできる。よし、すごい。この辺にしようか。反対。危ない危ない。僕はこっちとこっちどっちがいい？寝るの。こっち。どっち？こっち。こっち？うん。青い方？おっとっと、あ、それはそれ向こう置いといて、それ使わんから今。え、かっこいい。よいしょよいしょ。父ちゃん、これはこれ。あ、父ちゃん、あさってはこれね。椅子にしたらいいよ。こっち見て。今回のテントの中はね、こんな感じよ。え、なんで？赤い寝袋、こっちタラコちゃんと、あと青いやつ。青い方、父ちゃんが寝るからね。なんで？あの、赤い方があったかいから。で、このね、電気毛布も置いといてあげるから、はい、あったかいよ。ひっ、おなか、バン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 。
ちゃん、王様の椅子みたいじゃね。すごい、王様みたい。はい、蓋開けてみて。蓋？そして何が入ってますか？お米。お米が入ってるね。お米をこの中に入れようか。よいしょ、大盛りだ。でもちょっと少ないね。少ないね。いや、結構入ってるぞ。いい？はい、じゃあ入れてみてください。全部は入れんでいいからね。ストップ。わ、ごめん、母ちゃんおいしいじゃね。ごめんごめん、母ちゃんもしかしたらね、ちゃんと測って入れてくれたんかもしれん。こうしてみたら多分全部入れてもよかったんだね。父ちゃんが間違ってた、ごめん。ああ俺が混ぜたい。混ぜる、うん、よし、じゃあお米洗いに行こう、うんうん、洗いに行こうか。そのまま食べたら死ぬからね。うわ、そうね。はい、こんぐらい、うん、これはね、川のお水が出よるんだって。なんで川からね、お水が出るようにしとるんだって。なんで繋がっとる。そうそう、繋がっとるけ。この辺があるってかな。長いね。よし、じゃあ今度お水だけ捨ててくれますか。やり方知っとるんだね、すごいね。お米を落とさん。そうだね、すごいね。なんで知っとるの。ちょっと待って、まあ、こんぐらいでいいかね。こんぐらいでいい。もう一回洗う。 OK。 どうやって止めるんか。これね、出しっぱなし。なんで。だって川のお水はずっと流れてるでしょ。父ちゃんが仕上げやったほうがいい。じゃ、なんでいい。なんでいい。ちょっとね、お米だらけ。はい、ちょっとね、洗わなきゃ。もうこんぐらいでいいかね。いい。じゃあちょっとだけお水入れといて。ちょっと、もうちょっと。まだ入ってないぞ。はい、ストップ。じゃあこれでいこうか。なんで出しっぱなしな。止めるのどうやってやるの。止めるの。川のお水は止められんでしょう。これでね、そのままね、落としてね、シューって食べるにね、撫でて食べるのところで撫でて、それでナイスタッチって言うわ。ナイスタッチ、そのまま撫でて。ダメダメ。なんで。それはだって食べれんくなるじゃん。なんで。お米食べれんくなったら困るじゃん。ね、海苔、海苔をそのまま食べに行ってて。そうそうそう。ガジガジガジ。ちょっと端っこ行ってくださいよ。どうせ座るとこないよ。よし。ここ入れたじゃん。入れますよ。これいろんなところで買ったからで。そうですね。お料理からしよう。じゃあこれで、はい、ここの上に乗せてください。これをね。そしたら次、蓋がいるんじゃなかったっけ。蓋、待ってよ、それは火をつけるからね。ちょっとこうやって持ってね。わかった。
そうそう。いいよ、入れて。閉じていく。そうそうそう、真ん中にね。蓋が閉じていく。じゃあこれで火が消えたらできるからね。火が消えるまで待っとかなきゃいけない。これまだまだまだ先の話だから、こっち側に置いておきます。わからんくなったら先生。そう。ベーコン。ベーコン。ベーコンを今日はね、父ちゃんね、前に YouTube の動画でやったことあるんだけど、うん。久しぶりにね、人がやっとるじゃないから、またやろうと思って。カマンベールチーズ。あとはこれを使って、ちょっとね、簡単なお料理をね、今日はやりましょうよと。これなんだと思う？え？チーズ。正解。ちょっと待って、それ置いてみて。これ縦横に切る。縦横に切ると思った。うん。ちょっと違うよ。あ、ベーコン上に乗せる。あー、ベーコン上に乗せると思った？うん、違うな。開けにいけんかった。触りたい。こうやる。待ってよ、ちょっと待ってよ。よし、これで畳むってこと？そうそう、まあ一個ずつやった方がいいね。一枚ずつやっていきましょう。こうしたね。今度はこうします。いいですか？これで見えるからね。そうそう、こうしようかな。まだ中が見えとるからね。中が見えんようにせんねえけんから。じゃないと美味しくない。そうそうそう。よし、これで切る。切ると思った？うん。このまんまね、焼くんよ。それはね、切らんの。まず焼くから。焼いて切るってこと。じゃあこちらのメニューを、メニューをどうしまーす。シュワーってなったね。早く食べたいね。早く食べたいね。もう一度繰り返せるかな。お、ここでになった。ここでね、ちょうどいい感じよ。それ切らない。ちょっと待って、すごいの持ってきたね。それないないでしょ、金さん。なんでここにあるんだ。そうかもしれん。行っていい。今車がおるけ、ちょっと待って。車がおらんくなってからの心配。はい、こっちの方が危なくないですよね。じゃ、走ったらいい。誰かがおるの。あれはキャンプ場を見よるんだろ。なんで？俺を見よるわけじゃないと思う。なんで？大丈夫大丈夫。
きますぞ。まだか。なんで？とろっとなってないかな、まだ。なってる、なってる。ハムが、ハムが取れそうだね。あ、ハムが取れるとか。よし、いいよ、あったね。トウちゃんもちっちゃいの？うん。あ、なんか多くとね、分用意してなかった。うん、美味しい。美味しい、よかったよかった。うん、おかわりする？あ、ほんまですか。僕おいで。ここの電源タイプ聞いたもので。ありがとうございました。バイバイ。じゃあ僕も食べるかい？うん、ちょっともうね、食べになっちゃうね。毒が減るからね。あ、そっち俺、閉じていっとる。ほんまじゃ。固まっていっとるね。温めるからね。落ちちゃった。落ちた？うん、ああ、じゃあしょうがない。ちょっとそれ置いときにさ。うん。ほら。うんうん。はい、お皿ください。はい、どうぞ。よいしょ。チーズもいる？うん。高いと美味しい。はい。うん。美味しい人。美味しい人。僕寒いじゃん、ちょっと待って。寒い。寒いよ。あ、寒くない。いいよ、ティーちゃん、これかっこいいから。オッケー。はい、僕と立ってください。後ろ向いてください。かっこいいね、そのミッキーマウスのスカジャン。あ、もうなくなったよ。あ、なくなった。はいよ。うわー、美味しそう。いいよ。美味しそうな。スプーン持っていくの、スプーン。スプーン？うん。スプーンはちょっと今だけ、これで食べちゃう。拭く？あ、でもち、綺麗な分かい。綺麗な分、あったかいな。じゃあ、お箸にする？使え。それはね、これやってやるしかないね。反対？いや、大丈夫。どこでも、どうやってもいい。じゃあ、フォークをペロッてしようか。じゃあ。あんたこだわるね。父ちゃんが。なんか忘れとるものがない。あ、乗るやん。忘れとったじゃん。のりがあるから大丈夫やん。ねえ、のりでくるんで食べたでしょ。うん。ねえ、はい、忘れとったね。いっぱい食べれるかな。透明人参が全部食べたと思った。大丈夫、食べてないけ。透明人参こいこいって言うから、俺は透明人間、こいこい怖くないから、こいこいって言うからね。そうじゃね。父ちゃん、トカゲかなったら、トカゲ。トカゲ？父ちゃん、もうさ、魚死んでるから食べれる。そうそう。お魚どうやって作ってあるのかね。ん？お魚どうやって作っちゃうのかね。
お魚作ってない生き物だけ。なんで？海の中に住んだのに。なんで？感じるの？うん。そういう生き物だからね。よし、じゃあお魚さん入れてあげるよ。はい。熱いけね、気をつけて。15分おかわり。はい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 。ああ、いい匂いがするね。うん。卵が美味しい。どうする？焚き火する？うん、一緒に。これ焚き火するんだったらね、これ引かなきゃね。そうそうそう、これ引かねえけんよ。下が熱くてなるか。あち、あち。いいよ、できよるよ。
こうやってやったの。ちょっと見てもらおうね。ようできとるじゃん、これ上手。じゃあこれで火をつけようか。うん、火つけようか。よっしゃ。どこだ。ここだ。どこにあるんだ。よし。どこにあったかわからんかった。わからんかった。なんで。僕にお願いしようと思って。よし、あったかいね。よし、あったかいのができるぞ。よいしょ。俺、でっかいのやりたい。でっかいのやりたい。これ入れて。しょうがない。撫でる。いや、まあ、投げてみようか。優しく投げて。そう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 。やっぱり熱い。よし、いい感じだった。どっちだっけ、俺また。いや、もうちょっと置いとこうよ。ああ。よし、これも投げようか。うん、まい、ここにやったよ。そしたらみんなでキャンプ行くとね、あったかかったね。父ちゃんやってもいい？うん、ちょっと危ないけんやっぱり、ね。はい、ありがとう。いい？ええ。これ YouTube で見とるんでしょ？そうだね。俺わかる。俺わかるの？うん。すごい。あと夢でいつも見るよ。夢でいつも見る？じゃあ、そろそろに、あとは飛んでるよ。飛んでたら飛んでる。何でしょ、何でしょ。滑り台。滑り台はないけど、ブランコだろ。え、あそこ、あそこの上にね、ブランコとね、あったの。ブラバーガー。いや、本当よね。そこ行ってみよう。あといい。朝行ってみよう。あ、もう朝や。夜じゃろ。朝や、朝。朝や、朝。夜です。大事にしとる日がなくなるね。大事にはしないけど。大事にしてない。なんで。だって燃やしたらなくなるでしょう。うん、燃やすために買っとるから。これはなんで。で、焚き火するためにか。がっくり。がっくりじゃないよ。そろそろ寝ようか。そろそろ寝る。いや、寝るの。寝るの、まだ。父ちゃん、これちょっと残っとるよ。ほら。はい、飲みますか。はい。オッケー。うん、オッケー。暖かい。火ってなんで暖かい。それは燃やしとるけかな。触ってみて。まあ冷たい。火で温めといて。
じゃあねんねしますよ。いいですか。ねんねしようか。バイバイ。はい、バイバイってやってください。近い近い近い。